妄想地区の竹林竹林は、竹で構成された林である、竹藪ともいう。古来、日本人の生活、文化に深く関わってきた。竹は、地下茎がよく横に入り、随所から地上に茎を伸ばすため、多くの場合、ほぼ単独種からなる群落を作る。これを一般に竹林という。竹は、一般の樹木とはその姿も性質も異なる。竹の幹は丈夫ではあるが、肥大成長はせず、 せいぜい両手に収まる程度の太さのものが一面に並ぶ。竹は繁殖力が強い上、成長が早く地表への日光入社を妨げるため、竹藪には他の植物が生えにくく、竹が密生した独自の景観を作る。臨床には竹の葉だけが一面に広がるが、一般の樹木の葉のように黒っぽくならないため、竹林全体がほの明るい印象となることが多い。 日本の竹林総面積は約16万7千ヘクタールと2017年までの10年間で約8千ヘクタール増えた。このように竹は日本でごく普通に見られるが、ほぼすべての種が幾何植物と考えられる。一部の種には日本野生説もあるが、ほとんどは中国原産である。笹は日本産のものが多くあり、地方変異も数多い。を除く。 種の多くは、その地域でしか生育しないことが多いが、その理由は不明である。戦術のように竹林は、日本古来の植生ではないが、独特の生物性を持つことでも知られる。一部の不生植物の乱化のものには、往々にして竹林に出現するものがある。キノコ類でも、キノガサタケなどがよく竹林に出現するものとして知られている。一方で、前述のように、 他の樹木や草の生育を妨げがちである。動物では、イノシシがタケノコを食べるために現れる。アダシの念仏寺の竹林佐賀野の竹林ライトアップされた竹林、古事記や万葉集には竹に関する記述があり、古くから親しまれていたことが知られるが、当時の竹は多くは、チシマザサ類を指すものであった。マダケのような現在親しまれている竹類については、一部に、 自生していたとの説もあるが、仮にそうであっても極めて珍しく、現在のような竹林は、ほとんどがそれ以降の中国からの持ち込み、栽培をもとにしたものであると考えられている。マダケ類は8世紀頃に持ち込まれ、当時はおそらく貴族の間だけで栽培され、多分に貴族の儀礼等と関係を持ち、また、中国文化の需要の目的で栽培されていたとの説もある。例えば、 竹取物語において求婚者が全て貴族であるのも、このためと考えることもできる。一般に広く見られるようになったのは16世紀以降と考えられている。竹林は古くから日本人の生活、産業、芸術などに深い関わりを持ってきた。現在でも郊外などで平地と里山を結ぶ干渉地帯などに多くの竹林を見ることができる。 アジア圏の多くの国々でも竹は貴重な天然資源として利用されているが、日本では庭園を構成する要素の一つとしても重宝されるなど、竹林の織りなす景観は日本の風土を象徴するものの一つとなっており、特に京都の寺院や郊外の景観を形作る要素の一つとして大きな比重を担ってきた。春には竹林に入り、竹の子を掘るのは日本の風物詩の一つである。 また、日本が水墨画のモチーフとしてもしばしば用いられ、多くの文人墨閣が竹林の持つ独自の繊細なイメージから多くのインスピレーションを受けてきた。また、四角のみならず、風が竹林を通り抜ける際のざわめきは、日本人の耳には心地よく響き、風情を感じさせるものとして、俳句や和歌などに歌われ、多くの文学者、画家などの想像力を刺激してきた。 旧環境庁の残したい日本の音風景百選にも選ばれるなど日本人の感性を象徴するものの一つとも言えよう。京都府八幡市の岩清水、八幡田宮境内の竹林の間だけはエジソンが1882年白熱電球のフィラメントとして利用したことで知られる。この竹林からは電球発明の翌年から十数年もの長い間多くの竹がアメリカのエジソン工場に輸出され、 炭素白熱電球の生産に利用された。境内にはエジソンの記念碑が立つ。記念碑は中央にエジソンのリレーフを向かって右側にはザ・メモリー・オブ・トーマス・アルバ・エジソン1947から1931と左側にはジーニアス・イズ・ワンパーセント・インスピーレーション &99% ピアス・パーションエッジは1%の 着想と99%の努力と掘られている。その他にも、マダケはそのまっすぐでしなやかな特性を活かして竹細工、建材、家具、釣り竿などに最も多く利用されてきた。大分県のマダケは、面積、生産量とも、全国一のシェアを占めており、別府市周辺の別府竹細工や日田市の竹橋など、大分県では豊富な蓄材を利用した竹工芸が、歴史的に盛んである。 現代では、プラスチックなど竹に代わる素材の普及、外国産の安い蓄材、竹の子の輸入、地方の過疎化、高齢化などにより、適正に管理されない竹林が広がっている。こうした放置竹林の拡大は、他の植物を圧迫する上、工述するように、地滑り被害にもつながりかねない。このため、竹を伐採して樹木に植え替えたり、竹を竹炭や竹師、 バイオマス発電燃料などに加工したりする取り組みが行われている地域もある。竹は旺盛な繁殖力を持つため、竹の子から2から3ヶ月で生竹になってしまい、あっという間にその土地を追いつくす。竹は切ることが植えることとも言われるゆえんである。竹の地下茎は浅く、地表付近を横に這うように広がり、地下茎には髭がびっしりと生えており、この髭が地面をしっかりと保持するため、 よく管理された竹林は、優れた防災効果を上げてきた。古来、竹林を背にした家が多いのも日本人が、経験的にそのことを知っていたからに他ならない。蒸気の防災機能は、主として地震に対してで、地表をしっかりと覆う根系が地面を抑えることによる。他方で、集中豪雨など際しては、むしろ地滑りを引き起こしやすくする面がある。竹は、根が、 途中に30センチメートル程度までと深く入り込まないため、大雨が降ると雨水が地表近くを流れ、竹林のある斜面全体が滑り落ちるような崩れ方をする例がある。ありがとうございます。